目黒蓮&佐野勇斗、日本初のカジノリゾート開発に挑む。トリリオンゲーム撮影風景の映像も。目黒蓮、スノーマンと佐野勇斗、最強バディが帰ってくる劇場版、トリリオンゲームより、スーパーティザービジュアルと、スーパーティザー映像が公開。3月末に無事に、クランクアップを迎えた2人から、コメントも到着した。世界一の、わがまま男、春、目黒さんと、気弱なパソコンオタクの学、佐野さん。はったりと予測不能な作戦で成り上がってきた2人が、1兆ドル、火星で、この世のすべてを手に入れるために再び動き出す。2016年に IR 整備推進法案、通称カジノ法案が成立。莫大な利益を生む夢とロマンを秘めた新事業に目をつけた春は、未だ誰も成し得ていない日本初のカジノリゾート開発に挑むことに。二人は日本を揺るがす巨額マネーゲームを制し、1兆ドルを手に入れることができるのか。昨年夏に放送された連続ドラマ、トリリオンゲームは、漫画大賞2022にノミネートされ、第69回小学館漫画賞受賞、累計発行部数180万部を突破した現在、連載中の人気漫画の実写化。ドラマでは、まだ何者でもない春と学が起業し、ハッカー大会、EC サイト、花ビジネス、ホストクラブ、スマホゲーム、動画配信サービス、キャッシュレス決済と、あらゆる事業に挑戦。前話を通して繰り広げられた巨大企業、ドラゴンバンクと覇権を奪い合う攻防戦はスリリングな展開となり、最終回では、春と学が、ドラゴンバンク買収までたどり着いた。そのラスト、二人が2年後に再会するシーンでは、春が、俺らのロードマップの続きを始める。と、高らかに宣言。事業内容は明かされぬまま、幕を下ろした。そんなロードマップの続きが、スケールアップして今回スクリーンへ。引き続き、原作、稲垣理一郎監修のもと、完全、オリジナルストーリーで春と学の活躍が描かれる。二人が次に挑む事業は、日本初のカジノリゾート開発。その前に、これまで以上に難解な強敵が立ちはだかる。ドラマ主題歌、デンジャーリック、スノーマンが流れる、スーパーティザー映像では、ドラマの回想シーンから始まり、劇場版の撮影風景も公開。スケールアップした現場での春&学バディの健在ぶりや真摯に撮影に取り組む姿が満載。またビジュアルは、春と学が目の前の大金やカジノチップに顔を埋めるセクシーな一枚となっている。